はい、おはようございます、ラスカルでございます。ということで本日はですね、こちら2代目江戸さんに来ておりますが、ちょっとね今日いただくメニューも目の前に来ております。急がないとやばいのでね、早めに説明だけということで、今回ですねこの江戸のマスターにですね麻婆チャーハン、デカ盛りでお願いしまして、今回ですねこの約5キロの麻婆チャーハンをお作りいただきましたが、気合が入りすぎましてですね、ちょっとお皿から漏れそうということで、早速食べ進めたいと思います。で一応ですね今回デカ盛りなので30分の時間制限を用意しまして、時間計りながら食べていこうかなと思っております。チャレンジ形式ですね、なのでしっかりと手元にタオルも用意しつつ今日はがっついていきたいと思います。はい、ありがとうございます。はい、5秒前からいきますよ。はい、5秒前、4、3、2、1、いただきます。緊張する。よしよし、ちょっといただきます。もうがっついちゃいましょう。もうこれねこっち側から今こぼれてるので受け皿あるんですけど、先にこぼれてる側からいただきますね。うまい。あーうまい。うん、久々だから本当味わいたいんですけどね。うん、ちょっとがっつきましょう。出来たてだから、うん、ちょっとね麻婆が熱いのと揚げ物ですとかも入ってますんで、これ冷める前にやっぱりこの唐揚げですね。で、こっちの餃子と、うまっ。またチャーシューもお酒が飲みたくなる。うまっ。逆にこのチャーシューは冷めないようにこの麻婆側でしっかり温めておきますか。よいしょ。
はっ、かっこいい。ごちそうさまでした。うわー。
最高だね。あ、10分来たね。10分切りましたね、ギリギリ。素晴らしい。今日の結果ですね、9分と56秒ですね。はい、確か、前回というか前に麻婆丼 6.5 キロをいただいた時に食べきれなかった時あったじゃないですか、カレー丼と。はい、まあでも今回5キロのこれでこの時間だったらもしかしたらちょっと進化してる、進化してるどころか、あの次の大会は出た方がいいですということで、今日はですね、こちら2代目江戸さんで改めましてこの大きい、デカ盛り特製でですね、麻婆チャーハンですね、いただきました。もちろん正規であるチャレンジメニューだったりとかデカ盛りメニューではなくてですね、個人的にマスターにお願いさせていただいて、これ自分でね、タイムを設定してますので、皆さんもチャレンジしたいよって方はないメニューではあるんですけども、これ麻婆チャーハンって確かいいよ、ラスカルの見たんだけどあれと同じようなのが食べたいって言ってくれたら。マジですか？うん、いいよ。それはシェアでも OK ってことですか？シェアも OK。 本当に？大丈夫。金額はね、ちょっとまだ計算しないとわからないってことなんですけども、今マスターからこれ食べたいよって方であればシェアでもね OK っていうことなんで、気になったらぜひ皆さんでこれ食べていただきたいですし、これ並盛りも麻婆チャーハンってありましたよね。麻婆チャーハンに、麻婆チャーハンの方に今いただいてるようなチャーシューであったりとか餃子で唐揚げとご自身でねカスタムしていただければ、並盛りでもこのセットメニューがいただけますので、並盛りでも、このデカ盛りサイズでもね、皆様までこの美味しいメニューを楽しんでいただければと思います。はい、それ以外にももちろん僕のね過去の動画では美味しい料理もっとたくさん紹介してますから、過去の動画ね、2代目蝦夷と YouTube で検索していただいて、過去動画からですね気になるメニューまた新たに探してみてください。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画だと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価、またですね最近ではサブチャンネルでも活動を始めております。そちらは合わせて概要欄からチェックしてみてください。ということで本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。お疲れ様でした。